みんな元気？僕は小神長一。琵琶湖をはじめ僕たちの住んでいる滋賀県が綺麗で自然豊かであるように、プラスチックごみの問題の解決を目指していろんな取り組みを広める活動をしてるんだ。よろしくね。ところでみんな、 3R って知ってる？リデュース、リユース、リサイクルの3つの言葉の頭文字を取ったのが 3R なんだ。そんな 3R には優先順位があって、まずはリデュース、つまり減らすことが大切。マイボトルやマイバッグを携帯してプラスチックごみそのものを出さないようにしよう。次はリユース、もう一度使うこと。詰め替え製品を選んでシャンプーボトルを再使用するなど、プラスチック製品を繰り返し使おう。そしてリサイクル、再生利用すること。ゴミを適切に分別したり店頭回収を利用して資源としてプラスチックを活用できるようにしよう。さらに紙やバイオマスプラスチックなどの再生可能資源を利用することをリニューアブルというよ。 3R にリニューアブルを加えた 3R プラスリニューアブルを実践することでプラスチックごみを減らしてプラスチックのライフサイクル全体を通じた資源循環を目指すことが大切なんだ。ということで滋賀県立大学の吉川先生に 3R の実践について詳しく聞いてきたよ。わかりやすいところでペットボトルのことを挙げますと、例えばマイボトルを使ってペットボトルそのものを使わないようにする、つまり 3R の中のリデュースにあたる取り組みがあるかなと思います。で、 3R のリユースについては日本ではあまりないですけども、海外では繰り返し使えるリユース用のペットボトルというのもあります。最後のリサイクルとしては、プラスチックのリサイクルはいろいろな方法があります。で、ペットボトルについても、衣服になどの繊維の原料にリサイクルすることもできますし、近年だとペットボトルからまたペットボトルに再びリサイクルするような技術も作られて、実際に普及がし始めています。近年では 3R に加えてリニューアブルをプラスした 4R というような呼び方がされることもあります。リニューアブルは木や紙、あるいはそれ以外の生物由来の資源を使った再生可能な材料を使うと、それに代替するという取り組みになります。リニューアブルな材料を使うことによって、例えばプラスチックといった、再生不可能な資源を減らすことにつながります。とても勉強になったね。滋賀県の企業やお店では 3R やリニューアブルに関するさまざまな取り組みをしてるんだ。まずは琵琶湖ホテルの黒田さんにホテルの取り組みについて聞いてきたよ。2022年の4月にプラスチックに関わる資源循環の促進などに関する法律というものが施行されるにあたってですね、ホテルで使っているアメニティですね、プラスチックアメニティについて提供の工夫または製品の工夫をしなさいということが求められるようになりました。これがきっかけになりまして、客室での設置していたプラスチックアメニティを設置しないという方向に舵を切りました。プラスチックのアメニティをこう設置しないことが目的ではなくて、ゴミを削減することが目的ですので、お客様に使い慣れたアメニティをお持ちいただくライフスタイルを提案させていただいております。当然そのお伝えをしてもですね、お忘れになったりお持ちにならないお客様もいらっしゃるんですけども、そういうお客様のためには、素材にですね、配慮した木製のアメニティをですね、販売という形ではありますけども、一応ホテルではご用意をさせていただいております。
お伝えしていくのをですね、もう今1年半以上ですね、経過している中で言うと、すごくだな浸透してきているというのが実感です。ご理解いただけているという感じですね。企業として取り組むことで働くみんなやお客さんの意識も変わるね。次は琵琶湖博物館の前にあるカフェリードの丸本さんにもお店での取り組みについて聞いてきたよ。日々琵琶湖に癒されながら恩恵を受けてまして、何か地域貢献できないかなという感じで考えたのが脱プラカフェだったんです。はい、お客様がお持ち帰りになられる包装だとかをもう紙製だとか木製とかでプラスチックを使わず提供させてもらってます。紙コップから、あとパニーニの包み紙、それからストローで、スプーンで、紙ナプキンで、コップの、そうですね、蓋もですね、店にいてはなかなか感じないんですけれども、琵琶湖畔とか歩いてるとプラスチックゴミは残ってってたりするので、そういう意味ではそのみんなに意識してもらえる、はい、プラスチックゴミを減らそうっていう意識してもらえてるだけでも変化は感じますね。はい、滋賀県で初めての脱プラカフェってすごい。脱プラスチック製品を利用することでお客さんにもプラスチック問題に関心を持ってもらえるね。企業やお店の人たちもプラスチックごみ削減に向けてたくさん取り組んでいるね。僕たちも繰り返し使えるものや自然に還る素材のものを選択することで取り組みを進めていこう。ここでお知らせだよ。滋賀県ではプラゴミ削減に向けたみんなの実践行動のチャレンジを後押しする滋賀プラスチックチャレンジプロジェクトを展開しているんだ。毎月1日を滋賀プラチャレンジの日として、プラゴミ削減に向けた行動をとる特別な日とし、ライフスタイルを切り替える機会としていくよ。さらに10月は滋賀プラチャレンジ推進月間として集中的な普及啓発を行っているよ。プラスチック製品の代わりになるものを使ったり、マイボトルを携帯したりしてプラスチックゴミが出ないように取り組もう。小さな一歩からプラスチックゴミを減らす未来へ、みんなで協力してきれいな滋賀県にしていこう。もっと知りたい人は滋賀県のウェブサイトゴミゼロチャレンジ滋賀をチェック。